こんにちは、マキです。なんかおっさんが黄昏れてましたね。はい、ということで今日はですね、尾道から愛媛までしまなみ海道がこうつながってるんですよ。島々のね、結構ね観光スポットにはなってるんですけど、そちらの尾道から一つ隣の向島というところ、そこの横にあるちっちゃい島っていうのがあるんですけど、そこが岩子島という島なんですね。そちらにねちょっと今日は行ってみたいと思います。島って言ってもまだ民家もたくさんあって住んでる方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ尾道市民からすると別に何もないとこなんですよ。何もないとこなんですけど、今回はねちょっと行きたいなって思ったのは一個理由がありまして、トンネルがなんていうんですかね、手掘りで掘った感じのトンネルが2箇所あるんですよ。そこに今ちょっと行きたくて、またそれとそこを通り過ぎて海に行ったところに宮島は厳島神社があるんですけど、そこと同じ名前の厳島神社っていうのがあるんですよ。まあ、赤いねちっちゃい鳥居があって結構ね癒されちゃいました。はい、しまなみ海道行かれる際はちょっと寄ってみてはいかがでしょうか。抜けるとそこは青い海だった。ああ、でも来たかったところに来れた、よかった。なんかねお寺があるんですよ、ここ神社。よいしょ。よいしょ。
車来ませんように。よいしょ。よろしくお願いいたします。それではマッキーチャンネルでした。バイバーイ。